北方領土の日の今日、東京都内で返還を求める全国大会が開かれ、岸田総理大臣が領土問題を解決し平和条約を締結する決意を表明しました。ロシアによるウクライナ侵略によって日ロ関係は厳しい状況にありますが、政府として領土問題を解決し平和条約を締結するという方針を堅持しております。ロシアは去年ウクライナ侵攻を受けた対ロ制裁に対し北方領土問題を含む平和条約交渉を停止すると発表しています。岸田総理は返還に向け政府と国民が一丸となって取り組むことが不可欠だと強調しました。